高清院は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての女性で、関白、豊臣秀治の娘であり、真田の武の側室となった人物。小女田姫、三好幸信がいる。名は不詳である。文禄四年、父秀治は、豊臣秀吉によって、切腹に追い込まれ、秀治の側室、次女三十四人と子四男一女は、京都三条河原野で斬首される。 高清院は、この処刑から逃れたが、なぜ逃れることができたかは不明である。その後、久度山に沉居している、真田信主の側室となったが、側室となった権威は不明。慶長九年に信主の五女、那穂、慶長二十年に三男、三好幸信を生んだ。少年も不明だが、県政院を生んだ時点で十代に達していたと、推測できる。大阪の夏の陣では、 娘と秀次の母随流院のもとに身を寄せ、難を逃れた。では国亀田藩主、岩木信隆に突いだ娘、建成院が混流した妙喜びでらの演技によると、母は一の代と伝わり、寛永10年5月8日、京の菊亭家で没死したとしている。法名は、高清因伝妙城、日正大師。建成院は供養のため亀田よりひみぎを派遣し、 菊手池から遠路を訪れた日見切りをに対し、送られたという今朝が、病喜び寺にある。また、高清院の位牌も、病喜び寺にある。ありがとうございます。